失踪はしてないからな、ギリギリ。1年空いたら失踪扱いだと思う。半年は多分、まだちょっと、昇級程度だね。その場足踏みってやつだな。よいしょ。えっと、不審院行こうか。かわいい。これ PS4 でやりたいよな。 60fps の無印やりたい。確か基本的に PC 版でも30なんですよね。なんかうまいことやれば60になるみたいなのあった気がするけど、一応ねパソコン版も買ってはいるんですよ。1周クリアしたのかな。なんか3倍速でやったんだよね。まあ、こいつらが案外バカにならない。案外バカにならない。重い。これ、攻撃はやばい。嘘だよ。あと1匹。はい。スタブ入れたかった。スタブが一番安全な守備方法だよね。せっかくだから人通り倒していくか。まずは人形だよね。古びた人形をもらってこないといけない。シュルシュルシュルっと。まあパリだろうな。暗いな。暗いけど多分輝度マックスなんだよこれで。スズメバチ。うまくない？あれうまくない。鎧かっこいい。なんか久々に鎧をちゃんと見た気がする。プロあやまプロシュー完封。あれか、もう上のやつが起動してんのか、バシャバシャ言ってんのは。すぐにそっちに行ってやるよ。なんずるい。お前そんなやつにはこれだ。くらえ。ナイス。やるじゃん。なかなかやるじゃん。このモーションいいよね。あばやめてもらえる。かっこいい。昇竜昇竜クソがしきた。はい、いらない。ついでにこっちもやってやるか。いいよ。暗い。はははは。もう一回遊べるドン。どこだっけ。こっちで合ってるね。はいっとポンポン。お前もパリしない。もう危ない。ロストはしたくない。命大事に。こっち側から行けば僕は負けないんですよ。さっきなんか裏から下手に行ったから策士策に溺れたよね。裏取り行こうと思った自分はいた。ほらこういうことよ。素直に堅実なプレーをしていけば勝てる。半年のブランクなどみじんも感じさせない勝利。気持ちいいゲームだな。よし、これで多分一通り倒したよね。じゃあ行こうか。なんだっけ、はぐれだっけ、デーモンはぐれ。木目。どっちにしろここはあれか、白呼べないから生身になんなくていいのか。行くわぞ。あれいなくね？あ、いたわ。あ、なんか猛者君が生き残ってる。待って、あ、見えない見えない見えない、何も見えない何も見えない。自分の人生を見ているようだ。やめて、風圧無効つけてなかった。せい、これこれ216。お前の風圧なんか残りすぎじゃない？2本も飲んでやって、なんか思いのほかダメージ入らんぞ。長期戦の予感。この先長期戦があるぞ。まあでもリハビリにはちょうどいいボスじゃない？こういうこともあるしね。リハビリにはこいつぐらいがちょうどいい。いい BGM。 だんだん風圧がどれぐらい残るかも分かってきた。あ、食らうかも。あっぶねえ。まあ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 、安定感はあるよ。安定感なかったわ。一発も当たんない。でこれ当たんないんだけど、リーチの問題がここに来てる。そう、子牛ってリーチなんだよ。リーチ伸びないから、皇后に確か R1 の2発目が当たんないんだよね。かといってジャンプ連発してるとスタミナ切れて死ぬっていう。皇后がそういうとこきつい。あと皇后はあれだね、初手の初段で魔法が飛んできちゃうともう GG だよね。一発受けられるのかなあれ。直前に回復すれば一発受けてちょうど赤涙入りそうな気もするけど、どうなんでしょう。ことよろ、2018年が来ました。あ、やべえ。しかも当たんねえしね。やばいかもしれないです。やばくないんですね。僕は堅実。ジャンプ出そうとして昇竜が出てしまった。なんかコスプレ系の縛りやりたいやな。何がいいかね。あんま盾持ちだと楽すぎるから。盾持ってない NPC って誰？あれか、ダカレ騎士か。ダカレ騎士のロートレックだっけ。うわー、これは痛くない。言うて打つと16残ってっから、多少食らっても痛くはない。最後昇竜入れたいな。次かな、次で昇竜かな。はい、来た、はい、来た。ここ昇竜ポイント。はい、原版ありがとう。いや、いいリハビリポイントだったな。よし、それじゃあ絵画世界行こう。でも一周結構回るとショートカットとかせずに結構なボリュームあるよな。そこいいステージ。そっか、あれもやる。ドリンちゃん、でもドリンちゃんやっちゃうとな。ドリンちゃんやっちゃうとアノールの代わり別使えなくなっちゃうからな。やるなら最後の方だな。グイーンの手前ぐらい。